ほっといてください。ぐでたまのぐでぐでナイト。リスナーの皆さん、こんばんは。ぐでたまのぐでぐでナイトのお時間です。あー、かわいい。フライデーといえばプレミアムフライデーってどこ行った？プレミアムフライデー終了のお知らせってあった？そうだよね、最近全く聞かなくなっちゃったね。あの試作で何かうまくいくと思ったのかな。その日だけ早く帰るって難しいもんだよね。でも終了はしてないと思うよ。きっとどこかで息も絶え絶え実施されていると思う。僕は希望を捨ててない。月末の金曜日だけじゃなくて毎週金曜日にするとかじゃないと定着しないんじゃね。というわけでぐでたまも先に上がります。お疲れ様でした。かもしれないねって。おい、ぐでたまの仕事はこれからだよ。じゃあ月曜から金曜早く上がります。ぐでたまステイ。はい、今回のぐでたまの読み聞かせコーナーのお題目はヘンゼルとグレーテルです。グリム童話で有名なお話だね。ではぐでたまスタンバイお願いします。今回はようものかよ。とある森のそばに貧しいしけた夫と自意識過剰な妻が住んでおりました。しけたは余計だよ。夫婦にはヘンゼルとグレーテルという2人の子供がおりました。妹のグレーテルはいつもグデグデしているのでグレーテルといつしか呼ばれるようになりました。おいおい、設定がまた変になってきたよ。貧乏な家族は消費税アップでとうとうパンも買えないようになってしまいました。いやいや、軽減税率あるでしょうってこれ最近の話かよ。食べるのに困った妻は夫にヘンゼルとグレーテルを森の中に捨ててくるように言いました。ひどい話だ。最初は妻の提案にためらっていた夫でしたが、我貧乏ここに極まれりと決意しました。そこを潔くなるところじゃないけどね。お父さん止めて。両親の会話を聞いてしまったヘンゼルは妹に自分が何とかするからと言いましたが、グレーテルは何とかなるんじゃねと寝てしまいました。その日の夜、ヘンゼルはこっそりと家を出て月の光で光る小石を集めてポケットにしまいました。頼りになるお兄さんだね。翌日、夫婦は兄弟を深い深い森の中に連れて行き、森の真ん中で後で迎えに来るからと言って二人を置いて去りました。かわいそうな二人、大丈夫かな。両親が家に帰るとなんと連れて行ったはずのグレーテルが先に家に帰ってました。小石を目印に兄はまだ帰ってこない。驚いた妻でしたが冷静さを装い、私は疲れて先に寝るからパンが食べたかったら再び森の中へグレーテルを連れて行くように夫に命じました。夫はいやいやながらもグレーテルを背負って汗だくになりながら森へ向かいました。夫はグレーテルを森の中に置き、やっとの思いで家に帰ると、なんとまたグレーテルがまたもや家に先に帰っていました。何度も何度もグレーテルを森の中に置いてきましたが、結果は同じです。何事？夫は言いました。え、お前タイムリープしてね。こらこら、もうそのセリフなんだよ。
もうグデーテルは未来人かよ。グリムドアは SF じゃないでしょう。その頃ヘンゼルは目印にと自分で置いた月光に光る小石を頼りに歩いてましたが、鳥目だから暗くてよく見えないと焦りながら恐ろしい森の中をさまよっていました。暗い森の中にかすかに明かりが見えてきました。ヘンゼルはこれで助かるとその明かりに向かっていきました。その明かりの正体は続く鳥目。チャンネル登録をしてね。そんな物好きいるの？